弾道研究所で M1 のプロトタイプの解析にブラジルであるカナダドルを使用しているマイク・ムースと R ・ウィーバー・マイク・ムースことマイケル・ジョン・ムースはアメリカ合衆国のプログラマであるネットワークユーティリティピングを作成したことで知られるジョンズ・ホプキンズ大学を卒業後メリーランド州アバディーン性能試験場の弾道研究所に採用され亡くなるまでそこに勤務した彼は 企学ソリッドモデリング、レートレーシング、ミンディアーキテクチャ、コンピュータネットワークを専門とする上級科学者だった。彼はブラジルであるカナダドルなどのソフトウェアパッケージや TTCP などのネットワークツールを作成し、バインドなどにも貢献した。デフォルトルートという概念を作ったのも彼だった。しかし彼が作成したもので最も有名なのは 1983年12月に書いた約1000行のソースコードによる PING である。その有用性から PING は多くのオペレーティングシステムに実装されてきた。最初に実装されたのは BSD と UNIX で、後に Windows や MacOS10 にも実装された。1993年ユースニクス協会はカリフォルニア大学バークレー校のコンピューター、 システムズリサーチグループに対して 4.4BSD ライトのリリースに貢献した180人を称えて第1回ユースニクス貢献賞を授与した。クリフォードストールの格好はコンピュータに卵を産むとケイティ・ハフナー、ジョン・マルコフのハッカーは笑うではクラッカーを追い詰める彼の役割について言及している。また、ピーター・エイチ・サルスのユニックスの1、4世紀でも言及されている。 ムースは2000年11月20日に、週刊高速道路95号線で自動車衝突事故により死亡した。彼の友人と家族は、ジョンズ・ホップキンズ大学でムースを記念する、マイケル・ジェームス研究所を設立した。ありがとうございます。